就活に励む圭介は孫と会うたびにお小遣いをあげていて、どうせなら孫にしっかりと財産を渡したいと思うようになります。その方法を探りました。ある日の圭介の自宅。親父、子供たちがおじいちゃんありがとうって言いよったよ。おお、そうかそうか。またお小遣いあげたん？今度はいくら？それは俺と孫たちの秘密だい。実は一人10万円。俺が管理しとるけん安心してな、親父。祖父母が孫のために使うお金が増えています。1年間の平均額は119,413円。小遣いをあげたり学用品を買ってあげたりして、前の年から15,000円近く増えました。中には1年間で50万円以上使った人も。でもお父さん、私たちより孫が可愛いんやったら孫に財産相続させる方法を聞いてきたらいいやん。そうやね。でも親父の財産の相続人って俺たちやろ。そんな方法あるんやろか。ということで圭介が訪ねたのがNPO 法人ふるさと安心サポート九州のメンバーで、就活に詳しい税理士の鳴川博美さんです。私がもしもの時、相続人は長男の良二と長女の空、そして次女の桃花の3人です。でも孫にも財産を渡したいんです。仮に圭介さんに先に長男の良二さんが亡くなっていたら、お孫さんたちが良二さんの分を相続する権利を引き継ぎますが、基本的にお孫さんたちは相続人ではないので相続させることはできません。ただシニア世代にとって孫は可愛いものです。孫に財産を残す方法ぜひ知りたい。そこで就活とお金第40弾は、可愛い孫に財産をしっかり渡したい、どうすればいい？鳴川さん、いかがでしょうか？方法はあります。本当ですか？一つは遺言に書くことです。圭介には借金が2億円ありますが、評価額が2000万円の持ち家に加え、株式が1億円、所有する車10台分で1億円、知人に貸したお金も1億円あります。差し引き1億2000万円のプラス。財産のうちお孫さんに遺産の一部を譲ると書き残すんです。例えば孫に株式の一部を譲るといったイメージ。もう一つは、圭介さんとお孫さんたちが普通養子縁組をすれば相続人にすることができます。幼児の子供たちは幼児と親子関係を維持したまま圭介の相続人になれるのです。ただし相続税法上、法定相続人に含むことができる養子の数は制限があります。実の子がいる場合は1人まで、実の子がいない場合は2人までです。でも手続きが大変そうやな。でしたら歴年贈与を活用してみてはいかがでしょうか？歴年贈与？生前贈与の一つです。一人当たり1年間に110万円以内の贈与なら課税されません。圭介の場合孫が2人なので、1年間に220万円以内であれば非課税で贈与できます。ただ注意する点もあります。贈与は財産を贈る側のあげるという意思と、受け取る側のもらうという意思があって初めて成立します。だから私が孫のために預金をしても、孫がもらったことを知らないでいると歴年贈与とみなされない。その通りです。課税の対象となってしまいます。ですから贈与した日付や金額、それにあげた人ともらった人の署名などを記載した贈与契約書を作っておくと良いでしょう。孫のために奮発してみるか。
ただ圭介さん認知症になったり介護が必要になったりするとまとまったお金がいります。あまり奮発しすぎると財産が減って日々の生活が困るかもしれませんよ。ほどほどに。ということで、孫に財産を残す方法、分かったか？うん、分かった。特に贈与の話は魅力的やな、うん、で、提案、私たち子供たちにも生前贈与考えてみたらどうだろう、お父さん。なんでね。なんでって、親父の財産増えたり減ったりよくするやん。お金の使い方も激しいし心配なんよ。だったら生前に俺たちに財産を贈与した方がいいんじゃない？お前たち、住宅の取得や教育資金、結婚や子育てにも生前贈与の制度があるのかどうか、このシリーズでちゃんと聞いてきてよね。